はい、おはようございます。国重です。ということでね、はい、日経平均大暴落、ビットコイン大暴落ということで、今後どうなっていくのかということをの予想をですね、僕なりに、シェアしてさせていただきたいなと思います。はい、ということでチャートをまずみんなと、皆さんと共有していきたいと思いますけども、ビットコインがなんとですね、120万円、あ、900万円、907万円まで落ちてきましたということでね、この大幅下落って一体どうなってるんだと、ですね。まあ、数字で見るとですね、はい、ここですね、909万円ですかね、ここ 6.9% 下落になってます。はい、まあ、日経平均2216円の下落、 5.8% の下落、 35,909 円。このチャートを見てみましょう。まあ、こんなチャートになっております。大幅下落、真っ逆さまになってますけどもね。はい、これは何の影響かと言いますとですね、おそらくこのドル円ですね、為替のドル円がですね146円ということで、ドル円相場、円が高くなっているんですよね。はい、一時期160円ぐらいだったんですけど、146円、円が高くなってる。それはなぜかと言いますと、まあ日銀がですね、金利を上げるからですよね。はい、 0.25 を上げるということなんでね。そうなるとどうなるのかと言いますと、まあ円の力が強く、円が力が強くなるんですよ。はい、円を借りにくくなるっていうんですかね、借りた分いっぱい返さないといけないからね、あんまり借りたくないですよ、みんな。そうすることによって供給量が減ってくるわけですよね。円の価値が高まってくるということなんで、まあそのちょっと上げただけでこんなにね、こと異常事態になってくるということなんですよね。つまり、まあ、円の価値が高まったので、まあ、日経平均も暴落、ビットコインも暴落という当たり前のことが起こっているということが予想されますね。はい、ということでですね、まあ、今後どうなっていくのかと、ね、私の予想を申し上げましたですね、これはこんなになっちゃったけども、今日はこのパニック売りが出てますね。たったの 0.25 だけ引き上げただけで、このパニック売りということで、もう新ニーサとか買ってた人たちがですね、あ、もうこれはちょっともう損してでも損切りしないと、投げろと、もう新ニーサなんかやめたと、やめようということで、ね、どんどんパニック売りが出てましてですね、月曜日、来週の月曜日もおそらく安いんですよ。みんなパニック売りになっちゃってるから。ね、来週の月曜日も低いですよ。その低いところを狙うと、狙って買うという人間がですね、1割の人間が得をするようになっています。9割の人間はこのパニック売りなんですよ。パニック売りで損しちゃうわけですけど、1割の人間が来週のね、月曜とか火曜に買いますからね、買うと、で儲けることができるということなんでね。はい、皆さん余剰資金がある方はね、まあ来週買った方がいいんじゃないかなと思いますね。余剰資金ない方はですね、まあガチホールドでいいんじゃないでしょうか、株式に関してはね。はい、まあ、ビットコインもしっかりですよね。もっと下がるかもしれないですけど、まあ、ガチホールドでいいですよね。ホールド、ホールド。
というのもですね、ちょっと過去のチャートを見返してみましょうということでね、過去のチャートどうなってたかと言いますとですね、2020年ぐらいに一体ここですよね。今現在はここなんですよ。ここですけど、4年前はどうだったかと言いますと、こう半減期をまたいでですね、のぐらいの時にコロナショックでだいぶ暴落があったんですよ。100万円ぐらいから50万円ぐらい、120万円から50万円ぐらいまで下がったんです。ここで大暴落が起きました。コロナね、コロナショックで、そこから50万円から約800万円ぐらいまで上がりました。上がりましたね。ビットコインドカーンって上がりました。すごい上げがありましたね。で、今回も同じようなことが起きてるかもしれない。コロナショックではないですけどね、この日銀ショックと言いますかね、日銀ショックで結構この下がっていく可能性ありますね。どこまで下がるのかって分かりませんけどね、下手したら500万円とかね、いく可能性あります。過去の例を見ると、過去の例に120万円から50万円まで下がりましたから、コロナ大ショック、ね、で今回は1000万円から500万円いく可能性もありますし、しかしビットコイン ETF でみんなお金持ちがね買っているんですよ。どんどん買っていってるから、そんなにね僕は下がらないと思いますね。下がっても800万円ぐらいまでかなと、ね、僕は予想していますし、800万円までも下がらないかもしれないですね、うん、ということで持ってる方は売らないでいいですよ。売らないでいいですし、なんならその余剰資金ある人はね、ここでちょっと買ってみようかというのもありなんじゃないかなと思いますね。はい、これがですね、未来のビットコインの予測ということでね、ビットコイン4イヤーオールタイムハイズファンクションということで、まあ過去の最高値をこう曲線で結ぶとですね、あの指数関数的にビットコインの価格が上がっていってますよと、綺麗に上がっていってますよということを表しております。で、表していてですね、2025年の後半ぐらいの時に一旦この15万ドルから20万ドルになるという予測してますね。はい、で2029年にはですね、40万ドルから60万ドルね、約まあ 1.1 億円ぐらいで、2025年にはまあ3000万円から4000万円、3000万円ぐらいと予測されておりますということで、はい、まあ、ちょっと控えめな値になってますね。私はもうちょっと高くいくとは思ってますけどね。はい、ということでこういう予測もありますんでね、今ちょっとパニックリが出てますけどもね、あ、ちょっと限定的かなと思いますね。で、まあ来週にかけてですね、ちょっと余剰資金がある方はですね、ちょっとコツコツ拾っていってもいいんじゃないかなと、ね、いうことと私はね、私の意見では思っておりますけどね、皆さんはどうお考えでしょうかということでございます。ということです。はい。ではですね、今日は以上で終わらせていただきますけどもね、はい、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。皆さん一緒にお金持ちになりましょうということですね。はい、以上になります。